皆さんおはようございます。ですね、朝からケンジ君がちょっとうなってるんですよね。なのでちょっと話を聞いてみたいと思います。大丈夫？いやマジでねで、歯が痛すぎる。マジ悪化している。あのね、富士山5回爆発してる。5回も爆発したらやべえわ。本当にもう首都機能すべて低下したって感じやばい。いやこれやばいぞ、本当にやばい。耐えられない。ちょっとこれからちょっとあそこ行こう。うん、行こう。もう無理。絶対行った方がいい。もう無理、本当に無理。はい、というわけでですね、もうなんかテンション高い感じですけど、すげえ痛いですけども、はい、こちらね、はい、本作鹿ですね。本作鹿。はい、こちらね、もう日本語対応ですよ、完全な。マジか。完全な。俺だって、もしもし日本人ですけども、つったら、はいどうぞーみたいな。はいどうぞーみたいな感じだったんで、もうこちらでね、ちょっと歯を見てもらいますわ。限界です。旅行者はね、もしかしたら医療保険が使えるので、ちゃんと、ね、治療とかもらうこともこちらにできます。ということでね、行っちゃいましょう。JCB が使えます。おお、まあ、完全予約制なんで、ちゃんと予約してもらえます。これだね、おそらく。はい、そんな感じで今、歯医者の病院内に来ております。結構なんか綺麗ですね。やっております。はい、どうもね、やってきました。まあ、結論から言いますと、僕日本のよりいいっすわ。あ、本当に？うん、日本のより全然いい。なんか通訳の人みたいなのがいる。へえ、うん。どこがいたいですかみたいな。で、おじいちゃんしかなんですよ。おじいちゃんみたいな人もちょっと日本語わかる。うがいしてくださいみたいな。あ、なるほどね。あとあのナースさんもちょっとだけ日本語がある。終わりですみたいな。それはわかるみたいな感じだね。で、治療方法なんだけど、高橋くん歯医者行ったことある？ある。どんな感じ？座った時、座って何もかぶせないよね。うん、なんか目隠しみたいなさせられると目隠しとなんかここにもうなんか口だけ出てる状態みたいな感じでやりましたね。で、中はすごい綺麗だった。中はすごい綺麗で、説明がすごい詳しい。日本語で全部詳しい。なんか歯医者ってさ、結構さ、よくわかんないけど、あ、虫歯ですね、やっちゃいますみたいな。確かにそれはあるね。根があれなんでちょっと治療しますみたいな、そんなバーってやっちゃうじゃん。でも、ここの歯医者はここはこうなってて、こういう原因でこうなってるんでみたいな。ねえ、いいじゃん。だからこうした方がいいですっていう選択肢もくれるし、どうすればいいかっていう、日本に帰った後もどうすればいいかっていうのをちゃんとあれですね、説明してくれます。で、僕はね、結論的には抜けなかった。今の状態だと抜けないから、歯茎の中 の、うん、炎症を起こしている膿を全部出してからじゃないと抜けないから、それは日本でやってください。日本でなくても、もし辛くなったらこっち来てくださいみたいな感じで、治療は終わりました。まあ、だからかぶせ物を取って、中に溜まってる細菌とかを押し出す作業を今日したって感じ。
で、お薬をね、いっぱいいただきましたと。あれ、日本でこんなにもらってないだろうぐらいな。まずこちらね、痛み止めです。もうパッケージがなんかもうゲームボーイアドバンスのソフトみたいな。何がすごいって見てください、ちゃんと日本語書いてあるんですよ。ほんとだ、日本語で書いてあるんですよ、ちゃんと。すごくないですか、強いって書いてあるんで。そう、これはね、強いんであんま飲まないでくださいと。で、これはね、常備薬ですわな。これね、お薬、これも抗生物質のお薬とね、ちゃんとあるみたいな感じですね。でこれもね、ちゃんとあの食後に朝昼晩、ちゃんと飲んでください、あの飲み切ってくださいということです。でこれ抗生物質3回、1日3回、ね、ちゃんと飲んでください、で最後に、歯を磨いた後に最後にこちらと、おろ、このうがい薬をやってくださいと、ちゃんとここに書いてありますと。でなくなっ、もし使ってなくなってしまったら、またうちに来てくださいと。はい、こんなね、俺日本の歯医者にもこんなに出されたことないよ。確かに、普通にないね、こんなにがっつり。はい、こんな感じで、まあ、とてもね、素晴らしいね、僕は歯医者だと思いました。で、気になるお値段の方なんですよ。はい、お値段、これいくらぐらいだと思います？これだけあって全部処置して、しかも初診だもんね。ああ、しかも保険なんかないもんね。ない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 。15,000、これびっくりするよ、1100バーツ。安くね、安っ。4000円ぐらいか、4000円いかないぐらい。だからこんな薬出してさ、処置してもらって、タイだったら多分すげえ安い部類だと思う、ローカルで、ね、しかも日本語対応もしっかりされてて、そうだから通訳代とかも払わなかったと思っちゃったもん。だって通訳の人はいちいち来てさ、通訳するんだよ。へえ、そう、だからこれだけやってもらって1100バーツってさ、でしかもこれあの旅行者だったら多分あの保険適用するためにこういう書類とかもあるんで、あのやって、まあ俺はねやんなかった、できないから多分。ていうかまあこんだけ払ったら多分こんなもんだろうなみたいな。診察料が100バーツですね。でもうちゃんと全部詳しく書いてあるんですよ、これ。日本だったらさ、あんま詳しくないじゃん、点数みたいなの書いてあるから。確かに確かに。ここだと、初診料、いや、診察料100バーツ、で、レントゲンが200バーツ、で、治療代が500バーツ、で、最後にお薬代が300バーツ。きめ細かいオプションみたいな感じで、ね、ちゃんと書いてあるっていうね。っていう感じですね。はい、僕はね、正直満足ですか、ね、いや満足でしょう、それだけやってもらってね、あの解決してあのくれるんであれば、僕はね、もう安いまであってね、確かに。で、面倒くさくないし、日本だと結構通わないといけないんですよ。そう、タイだったら割ともう通わなくていいんで、もしね、タイでね、旅行中に歯が痛くなっちゃったって人はね、ここね、どうだっけ、クンビット、クンビット49ってとこに、あるので、まあ、地図ね、載せとくんで、で、アクセスマップね、載せとくんで、ぜひ皆さんね、こちらにね、来てください。というわけで、今回この動画終わります。この動画がいいねと思ったりね、参考になったと思ったら、グッドボタンとね、チャンネル登録の方、よろしくお願いします。そんな感じで終わります。じゃあね、バイバイ。ちょっとこれ可愛くね。確かに可愛い。